じゃあもう一回確認するぜ。俺が勝ったら俺専属のメイドになってご奉仕三昧の毎日だ。人前ではこれが私のご主人様ですってちゃんと紹介するんだぞ。可愛い服じゃないと嫌だよ。そこは任せろ。監督の完全監修のもと、いろいろと取り揃えてやるぜ。すごいすごい。負ける気なんてさらさらないけど、なんだか楽しそう。次はレナが勝った番だ。レナが勝ったら、俺はレナの話を信じる。世界は宇宙人に支配されてるって話を信じてやる。お前が喉をかきむしって死んでも、最後はちゃんと見とってやるから安心しろ。なんだか私が勝ってもつまんないね。なんだよ、帰るのか。私もケイチ君と同じご褒美がいいな。俺がメイドかよ。別にメイドじゃなくていいよ。でも他は同じ。朝は私におはようって言って、夜は私におやすみって言ってほしい。いっぱい私に優しくして、いっぱい私を楽しくさせてほしい。あれ、これじゃあ私が勝っても圭一君が勝っても私たちずっと一緒なんだね。